明の明内チャンネル。なんかちょっとだけやってた今短いけど。ちゃうのよ、ほんまにもうやばいのよ。全然。今どういう状況ですか？で、西川さんがどっち方面に走り出したらいいのか分からないのか。滋賀県の方向にお願いします。滋賀大津京駅までの方まで行ってもらってもいいですか？大津京駅、はい。ほんで9時半に ABC。 厳密に言ったら6時ぐらいには。9時半から始まるってこと？どんだけ遅くとも9時半。9時半、まあでも9時って思っといた方がいいんじゃない？はい、はい、秋山さんからで、なんお札、はい、これいくら入ってるか分かってる？分かってない。ない2、3、4、5、3万。6万ちゃうかい？6万か。1、2、3、4、欲しいのか。6万か。秋山6万円、角、うん、さん4万6千円、うん、西川さん1万8千円、うん、原君10万1千円、うん、で最後このキャプテン、お金ちょっともうみんなで、戻しましょうか。交換チケットになるからこれを持っといて、これ代表して、まあ、ちゃんと財布入れといてね、これなくさないよ。これ交換チケットになるから。めっちゃラブラブなやつや。財布熱々なるわ。これ交換チケット、交換。これ角さん、これ持ってるな。めっちゃすごい。これ角さん、そんな動く靴じゃん。これ原君、これはい、これ持ってて。これ何なの？原君見せて。交換チケットね、ほんまにみんな大切になくさないやつ。保険証とかその写しちゃう。大切。これ角さんのこれ交換無理。ご免許。ちょいイライラ。光の反射覚醒。どんだけ遅くても9時半には。で、でもさ、ちょっと待って。9時半って言ってたやん。はい、9時半やったらギリ OK ってこと？もう無理な。いや、もう9時には着いておきたいです。ちょっと待って、原君。それやったら9時で言っといてほしかったわ。9時無理ちゃうかな。ほんま遅くとも9時。どういうこと9時な。いや、もう9時半やったらもうギリギリなんで、うん、だから9時半に ABC の前へ降ろされるとそれは違うってことやもんね。あー、でももう9時半に確実に ABC に入れるんなら、うん、大丈夫です。 OK な、はい、大津京が軸になるっていうね。滞在時間はもうぶっちゃけ20分あれば。そう。でもここで何話すか別にもう教えてくれへんねん。で、そのなんかする内容はさ別に言わんねんけど、この場所に行きますと言っていいんちゃう？かん。いや、もうそれ込みの、もう場所だから。それ場所を言ったらもう何するか分かるってこと？分かる。ああ、そういうことない。うん。ああ。けど、もうこの原君の時間がギリギリっていうことで、うん、共有したいかも。一丸となるために。しんどだってるやん、一人で抱え込む。それ無理するからよ。一丸となるから。ほんまに。うん。ほんまに。この30分、9時半、9時。クジ論が出てくると思ってなかったから、うん、これで予定組んでたんよ。まあだから原君もなんか余裕持って、うん、ごめん、ここに居ときたいってことやから、うん、ちょ、ごめん、おしんどい。もう言っていい？みんなで初日の出を見に行きます。やばいな、じゃあ時間。あ、そういうことね。そう、じゃ言うてよ、そんな。だから初日の出が7時4分なんよ。ようコンビニ寄ったな。大丈夫です。オッケー、一回コンビニやる。え、大丈夫？コンビニは大丈夫。そんな時間はあんの？いや、おかれんけど。いいの、コンビニ。いや、ほんま時間コンビニ寄ろうやじゃん。寄りたい。じゃあ朝ごはんだから食べたいから。一回コンビニ寄りますか。
え、なんなんほんまに今日なんかさっきとちゃうよまた時間との勝負や時間との勝負やけどそのみんなコンビニ寄りたいともう今最後やから最後ってどういうこと市が行くまでにコンビニなんかいくらでもあるやろいやけどもう時間はほんまにないいや寄っていいの寄って寄るやっと今ラスト西川さん滋賀の方向かめたらやっぱもう今のタイミングで寄っといた方がいいですかねそうですねもう高速乗っちゃいますけど高速乗っちゃうからうん今ちょっと寄っときます最後今寄りましょうもう寄るんやったもん今ほんまにそれぞれいるもんねもうごめん寄ってくれて7時4分やからもうまあまあ着くのは着くやろ今5時10分6時間に合うやろただこっち戻ってくる時間ってことよね原君そうよかったよ見れるのは見れるやんもう全然見れるのは見れんねんけど、うんうん、みんなで見たかったってことねそう新春一発目そうでそれもあれもちろん日の出が素敵な場所を選んだい、うんうん、それで滋賀 の大津らへんに行きたいんだそ電車とかあるからな電車電車移動え電車乗るもん、うん、あ車では入っていかれへんのなんでなんでどういうことでも雪とかもあるからそういうことね、4月積もってるから、うん、雪次第なんですかねどっちに行くのえ、滋賀県からですかその大津入ってからですか大津入ってから、京都を越えてこうなるでしょこうなるんですよ、琵琶湖が琵琶湖こうあるとしたらこっち行ったら僕の実家の方草津とか大宮八幡とかで、こっちは上スキー場が多いとこやねそう上は上行きますおお、まあ積もってんちゃうんやっぱなだから8時半前には出な8時には出なかったのかな8時8時前じゃんって思ってても結果8時になったりするやんだから9時にやっぱこっち帰ってくるつもりで出た方がいいとは思うけどなちょっと待ってや何を調べてんのちょっと待ってもうキャプテンしんどい今誰かを待たしてんの待たしてそんなんないそれやったら分かんない焦んのそんなんないねその時間にはもう僕らいてないんですみたいになったらうんそれはなあれやん、うん、別に誰も待たしてないやんうんじゃあなんか一人で書かれるで7時4分なんやろ初日の7時4分問題ないやんなんか7時半には出発できるやんうん7時半には向こう出れるやんうんちゃうねだから原くん余裕やと思うで、ねもう言いたい全部言いたい初日の出以外にも何かやりたいことあんのない初日の出だけそうやろうんもう別にええよ死んだ何か死んだ死んだちょっと待ってやちょっとほなちょっと一回みんなちょっと携帯ほな持ってほな発表します、うん、発表しますね行き先は発表するとき自分が行き先はええよ別に行き先は白髭神社です白髭白いひげ、ね、ここがもうほんまに、有数の、日の出が見れるという素敵な神社になっておりますありがとうただね、皆さん、気になった方はここからも調べるモードに入っていただいて大丈夫です今から大津橋に行きますよね大津橋に行って、そこから電車に乗ります、うん、これは雪のせいで、うん、やっぱ車がで危険だということも踏まえまして、うん、そこから近江高島駅まで乗ろうと思っています、うん、これがだいたい何分ぐらいですか、行きで40分
え、電車で、はい、電車で40分やろ。初日の出見て電車でまた大月橋まで戻ってくる。7時4分が見て日の出、うん、でそこからタクシーで駅まで行って、うん、まだ電車乗ると思う、うん、9時に ABC に行こうと思ったら7時54分に大三鷹島駅を湖西線で出て片田で乗り換えて、はいはい、サンダーバードに乗って京都駅で新幹線に乗り換えて新大阪に9時に着きます。うわ、それで9時なんや。か、うん、7時18分に、うん、大三鷹島の駅を湖西線で出たら、はいはいはい、京都駅で新幹線に乗り換えたら、はいはい、8時39分に着きます。あ、新大阪に。新大阪に、まあ、多分これが一番時間的には硬い。7時18分高島って日の出7時4分やから原くん行ってこいなんかな。めっちゃ嫌やろな今原くん。サンダーバード京都駅か新幹線みたいな、その一人でみんなでやったらいいけどな。原くん、原くんで何時今の。え、原くんで何時今の。12時半。12時半、12時半ぐらいですか。12時半ぐらいで終わるの、はい、ほんなら一回みんなでサンダーバードで帰る。いや、ちょっとどういうこと、どういうこと。みんなでサンダーバードで帰る。一回みんなで車はどうするの。車一回置いといてで12時半まで原くん待って、うん、でまあその時に堀さんも合流してるから、うん、みんなで車取りに行こうよ。めっとくせえ。あ、まずいな、ほんまにやばい。ほら、ほら、来てる、危ない、ちょっと急がないとみんな。アキナのアキナイチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押してね。あの先生からの忠告なんだけどね、いろんなことあるけど、どうかね、山名キャプテンを多めに見てあげてください。今回特にね。